けどめっちゃ寒いなって思って。寒い。今は暖房でぬくぬくと温まっております。名古屋戻らなかったんだ。え、戻ったよ。え、名古屋戻ったよ。あ、そういうことか。一日明日名古屋戻るって話か。戻ってない、さすがに。さすがにね、雪のためには戻りませんよ。いや、まだ雪に出会えると信じて。オフはめっちゃ寝た。めっちゃ寝たよ今日。昨日でも寝たの5時とかだったの。まあまあまあいつも通り。結局さ、配信終わってさ、お風呂入ったりしてさ、ゆっくりしてたらさ、遅い時間、遅い時間ってかもはや朝なんだけど、まあオフだから寝れるしって思いながらさ、のんびりしてたら朝になってめっちゃ寝た。寝れました。だから今日寝れるか分かんない。寝ちゃったから、めっちゃ寝たからさ、今日寝れるかな。寝れなそう。今め全然眠くないもん。当たり前だけど。今日全然寝すぎたからさ。ゆっくりできたよ。ゆっくりしすぎた。めっちゃ寝ました。イエーイ、めっちゃ寝たのか。イエーイ、めっちゃ寝た。イエーイ、めっちゃホリデーじゃん。寝すぎて夜寝れない子供みたい。間違いない。いやー、そうだね、本当に多分また朝になるんだろうな、寝るの。寒い。さっき暖房つけたばっかだから寒いな。最近配信多いやな。確かにね、そういう期間なんか、そういう期間。確かに舞台期間ね、忙しくて全然できないがちだからね、稽古とか。今は配信いっぱいできる。でも生誕のさ、準備をしながら配信しようかな。文字書いたり。あ、これじゃないね。どこやったっけ。はい。生誕祭に向けてコールの勉強してるんだが、結構難しい。結構難しい。難しいよね、わかる。コールなんてリオわかんないからさ、本当に難しいよね。よくコールしてる方ならさ、楽勝にできるもんなんかな、ああいうのって。私は王流が配信たくさんしてくれて嬉しい。いやー嬉しい、そうやってくれて。今日はお家にいたよ、ずっと。あ、でもね、夜にスーパー行った。どうしてもアボカドが欲しくてさ、あのトマト、ミニトマトとモッツァレラチーズと、あのなんかバジルみたいなサラダをよく作るのね、リオ。でも昨日なぜかアボカド買い忘れて、スーパーに行ったのに。だからアボカド欲しいって思って、寒いけどお家から出た、頑張って。
知らないと話にならんけど、ミックスしてる人ならそれ入れるだけだから楽な方。ああ、まあ確かに曲知らないと無理だよね。確かに。初恋サイダー？ああ、確かに結構いろいろいろんなバージョンがあるのかな。うん、うん、配信おめ嬉しいの分かる。嬉しいって言ってくれてありがとうね。おしゃれな食べ物食べてるななんかね好きなんだよね。そうよく作る。簡単だし、めっちゃ簡単だしね。アボカド切ってモッツァレラチーズ切って、まあミニトマトだから別に切らなくてもいいから、あと混ぜて完成。オリーブオイルと、オリーブオイルめっちゃ使うんだよねリオ。結構アボカド切るの楽しいって思ったことないえ、そう？なんかもう当たり前みたいな、なんかわかんないけどいっぱい切ってきてるからさ、アボカド楽しいかな。危なくない？結構あの種取るとき、あの危ないなって思う。あの包丁で種取るとこが危ないと思うんだけど。あーアボカド当たり外れあるね。でさ、それなんだけどさリオ、アボカド見極めんのうまいんだよ。今日も大当たり、大当たりだって大当たりだった。マジでアボカド選ぶセンスめっちゃあるから、アボカド買うとき呼んでほしい。あのめっちゃ綺麗なの当てれる自信ある。まあたまにねちょっとあの柔らかすぎて腐っちゃってるときとかもあるけど、だいたい当たる。カプレーゼにアボカド足してる感じ。あ、そんな感じ、そんな感じだね。でリオあのジェノベーゼとか大好きで、ジェノベーゼみたいな味付けで。運ゲー？ってことはリオ運がいいってこと？運がいい。美坂ちゃん、美坂のセリフ出てきたまた。私たちって運がいい。見極めるコツ？いや、まあ運かもしんない。なんか硬さとかはさ、こう触ってわかるじゃん。まあ硬さでしか見極めれないんだけどねあれ。うん、もうほんと硬さですね。硬さ、硬すぎたか、硬かかめっちゃ噛む。硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい。やっぱアボカド好きだからさ、いろんなアボカドを触ってきたので今までどれがいいってかわかる。いやほんと今までスーパーでアボカドめっちゃ選んできてるからね。柔らかいのと硬いのどっちがいい？え、それどっちかって言われたら柔らかい方がいい。うん、でもね柔らかすぎちゃうとさ、あの腐っちゃっててって時もあるから。いやそれにしても今日買ったアボカド大当たりすぎたな。完璧、完璧だったね。綺麗、色も綺麗で硬さもめっちゃ良かった。絶賛できた。いや本当に最強だったんだから、大当たり大当たり、さっき間違えただけだから。大当たり、いや本当アボカドサーチャーね感度良好ですよ。下手？下手がくぼんでるかどうかって説、あー確かにあるね。上の部分が柔らかすぎちゃうととか。
アボカドが毛利を見分けるのうまそうとはどういうこと。何の作業してるか内緒内緒。あれレアスキルアボカドサーチ、アボカドサーチ本当に上手で、消しゴムにサインはね、その場でする予定。だってどれがさ、どれになるかわかんない。消しゴム磨いたら削れちゃわない？その場でさ、言えね。そうだよね。いいよね。ブロマイドにサインは当日やるんじゃないかな。わかんないけど。まだね、グッズ見れてないからさ、リオ。わ、マドッシュカフェ行きたい。もう結構行ってない。1年以上行ってない。全然行ってないの。喜び度によってサインの質は変わるそうだね、そうだねとか言って、全然喜んでなかったらもう超細くて薄いサインになるかもね。こんばんは。お礼のボードもね、書かないといけない。でももうちょっとで終わる。お礼の方は。もうちょい。でもね、お礼のボードの方は絵も描かなきゃいけないからさ。スクショを見ないといけない。でもリュウサイン書くの早いからね、ほんと昔からそう。さらに価値爆上がりね。でしょ？価値上げなきゃ。ゆっくり書く練習？そうかな。ゆっくり書く練習した方がいいかな。まあでも練習しなくてもゆっくり書けるよ。でもなんかゆっくり書くよりさ、やっぱサインってさーって書いた方がいい感じに書ける。うん、そんな感じ。目がかゆい。そういえばリモ、あ、そうだそうだ、今日病院行けばよかった。花粉のお薬をもらいに行かなきゃいけないんだけどさ、そろそろ。わ、そうだよ、今日行けばよかった。うわ、せっかくオフだったのに無駄にしてしまった。もう花粉症来たのか。いや、わかんない。まだかもしれないけど、最近目かゆいんだよね。そう、最近目かゆいから花粉来たかってなっちゃう。いや、来たかとは思わないけど、そろそろお薬飲まなきゃってなってる。
1月中に飲まないといけないのに。いやー、やだな、花粉の時期来るの。本当にやめてほしい。花粉ね、いつぐらいからだろう。人によるかもだけど、リオは結構感じやすい花粉。もう目かゆいもん。なんか、すでに飛んでる。やっぱりだから目かゆいんだ。もう最近目かゆいなって思ってたんだよね。つらい。早く飲み始めないと、手遅れになってしまう。去年のお薬残ってない。残ってない。ないな。目薬はね、ある。花粉用の目薬は残ってる。飲み薬は残ってないからね。毎年病院に行ってもらう。花粉症早めに薬飲み出すとピークの辛さが分かる。あ、そうなの。ちょっと楽になるんだけどね、お薬飲むと。マシになるんだよ、早めに飲んどくと。てか早めに飲んどかないと意味ないんだよね、リオは。アイボンね、ある。残ってんのよ、まだ。そう、アイボンはまだ残ってる。しかもちゃんと花粉用のやつ買ったからね。いつだっけ、あれ買ったの。去年か。上京してから買ったんで、去年だ。鼻水そこそこ出るから多分もう来てる。あ、鼻水派。リオ目派目派目かゆくなる派なんだよね。だから本当に嫌だ。なんかメイクしてるとさ、かけないじゃん。本当に辛いんだよね。鼻うがいできないんだよね、怖くて。痛くないって言うけどさ、実際も鼻に水入ると痛いじゃん。だから怖いってなってできない。薬飲むと眠くなんない？大丈夫、結構大丈夫かも。リオよくお薬さ、病院でもらうときさ、あの薬屋さんで、お薬屋さんあの眠くならないですかって聞かれるんだけど、あ、大丈夫ですって言ってる。いつも実際大丈夫。まあ運転とかしないしね。最近毎日アルガードで洗顔。え、もう？マジか。まあリオも痒いんだけどね、もう。目かきまくってるよ、メイクしてない時に。自分はどうやら今年から花粉症デビュー。え、マジか、辛いね。今年から？今までなかったってこと？あるんだね。大人になってなる。あるか。でもリオはね、昔から花粉症、結構小さい時から。メイクしてない時にめっちゃ描くの分かる。え、分かる？だよね。だってメイクしてると描けないもん。まあリオ結構描く時あるけどさ。いや、でもイベントとかなんかライブとかあったら描けないけどさ。メイクしてない時がチャンス。でも目描くの良くないんだけどね。良くないんだけどさ。花粉症じゃなくて良かった。え、本当に良かったね。それは本当に誇りに思った方がいいよ。誇りに思った方がいい。花粉症って辛いからさ、本当に羨ましいもん、花粉症じゃない人が。もう何年も思う。いいなーって。もうさ、花粉症辛すぎてさ、なんか注射しようかって毎年悩んでんだよ。お薬だけじゃ思いつかないからさ。注射意味あんの？いや、なんかあるっぽい。
やったことないからわかんないけど、マシになるみたいな聞いたことある。あとあれだね、 R1 毎日飲まなきゃね。 R1 を飲み続けるとね、花粉症良くなるらしいよ。最近ね飲んでる R1。 前も飲んでたけど飲まなくなっちゃって、また最近飲み始めた。消しゴム全部持ってきたよ、箱ごと。もうね、スーツケースに入んないって思ったけど無理やり詰め込んできた。そう、箱買いする、箱買いする、箱買い。意味なかった。え、嘘と、本当に R1 いいよ、体に良い。全部はあげないよ、あげないよ。全部あげたらなくなっちゃう、リオのお宝が。スーツケース含む郵送にはしないの？うん、もうスーツケースはいつも自分で持って帰ってきてる、持っていくし。もう10年続けてるからスーツケース持ち歩くの。ビンゴはねしない、前回したから。前回っていうか揃いべ、ライブやった時にビンゴやったからね。1回目書き出したらかゆいわわかる。でもそれそれわかる、あの書いてすっきりするけどかゆくなる時もあるよね。一発目でリーチ、一発目でリーチって何？一発目？一発目でリーチってどういうことだ？ワニワニパニック怖くない？あれ、ビビるよね。ね、どうする？私物サイン当たったらさ、皆さんステージに上がってくる、来てくれるのかな、ファンの方。ソロイベント時はさ、あの歩く隙間なくて直接渡せなかったから。こんばんは、こんばんは。は？上がるのはずいから持ってこいよいや、当たるかわかんないよ、だってまず私物サインはステージでやるでしょ。え、やっぱそうだよね、なんかそう思ったの。なんかサイン書くからあの来ていただいてって思ったんだけど、やっぱでも恥ずかしいって思う方もいると思うから、ちょっと悩んでる部分はある、正直。だから今聞いてんのよ、どうするって。私物プレゼントは消しゴムにサインを書こうっていう話になって、そう。でも他の私物にさ、サイン書けないもの、書けないものもあるかもしれない。あの私物サインはあれね、皆さんの私物にサイン書くやつ、あれはあの普通にライブ終わりにやるからね。お、おぎこんばんは、やっほー。前回、あ、そう、書いてないね。そうだね、前回はセットであげたから、お菓子なんかね、リオの好きなお菓子セット。
名前出さなくていいなら、え、いいよ全然それは。そこで消しゴムさんの登場と、そう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 だよ、物が登場する。違う人名乗るから、どういうこと、もうわかるんだけどもうわかるじゃん。私物さん決まらんまだ悩む。まあそうだよね、何が選ばれるのか楽しみにしとくね。これにしたんだって、消しゴムにサインしたことない結構ちっちゃいからね、できるかな。はじめです、のんたろうです本人来て、本人ちゃんと。当たったらオーリオと同じ舞台に立ったってどうやれるな確かにねどうやってくれる。ももたろちゃん来ないとか言ってる、なんでなんでって言っといて、来るよねって、ちょっと圧かけといて。顔見せに来てって、ちゃんと。リオが直接言うしかないな、どうしよっかな、連れてきてもろて、とりあえず配信でも。テニスに書くのってあり？ありだよえ、多分え、わかんない、ありだよとか言ったけどわかんないやえ、でも消えちゃうよ、消えるよね、完全に消えちゃうよ。前回もらったピンキーウーマンのハンカチ、香水の香りが消えてた、消えてたいや消えちゃうよね、でもそうだよね、消えちゃうよな。今回も持ってく？新しくなったか、白の。フリフリタイムね、フリフリタイム。バイト終わって今からお風呂。いってらっしゃい。半身浴する？お風呂浸かる？タトゥー彫ってもらうしかえ、待って、そういうこと？サイン書いたところにタトゥー彫るってことそれすごいね、それすごいね、本当に。お尻フリフリタイムはリオが2歳の時にやったので、大人になってからやりません。君との思い出は一生消えないよ、キラン何？なんか名言抽選会当たる気がしない。あ、トートバッグ当てて、頑張って。トートバッグね、誰が当たるかね。22人の方、あれね、裏表でね、イラストとリオの写真、裏表で違うから。飲みに行って干す可能性はあるよな。
え、生誕？え、どういうこと？ないよ、その可能性。なしね。あ、生誕じゃない。抽選？あ、抽選？あー！始まる前に行くの？みんな。ちゃんと来てね、抽選に。本当にディオ肩こりすぎてやばい。ガソリンチャージしていかないと張り切りオタクできない。そうだね、張り切りオタクになってもらわないといけないな。確かにそうなんだけど、ちゃんと抽選には来て。オイリオの裏と表の顔がプリントされてるトートバッグ、オーリオの、ん？あの片面にリオの写真がプリントされてて、片面はイラストの同じポーズのイラスト、あ、アクリルキーホルダーのイラストがねプリントされてる。アイソレね、アイソレでも逆にした方がいいと思うんだよね、肩こり。わかんない。肩こるのかな、なんか肩回した方がいいからさ。もうすごいボキ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 なる方が。鼻ムズムズする、くしゃみ出そう。おー、出そう。で出ない。なんでだろう、配信してるとくしゃみが出ないんだよね。ママのピンクのセーター返してきたよ、ちゃんと。ちゃんとあのいちご狩りの日だけ来て持って帰ってこなかった。こんばんは、やっほー。表の顔が芸人で裏の顔がアイドルな感じ、何それ。違うでしょ、どう考えても。首のアイソレーションめちゃくちゃうますぎ。そう、あのね、首のアイソレーションなんか無駄に上手なのリオ。そう、なんか特技高速首回しとか言ってたんだけど、そう、本当に気持ち悪いぐらいに首が動く。最近その特技言ってないけどね。でもちゃんと今でもできるよ。もう結構何年もやってないけどさ。今子ちゃんはそれ、いや、できないんじゃない？できないと思うよ。できないですね、絶対に。こんばんは。だからフラフープも首で。確かに。確かにね、その時も昔から首のアイソレはできたからか。柔軟とアイソレ無関係だよ、本当に。リオだってめちゃめちゃ体硬いのにさ、アイソレできるからね、首ので。逆に体めっちゃ柔らかいのに首のアイソレ苦手な子もいるし、関係ないんだよね、それ。生誕祭ではアイソレとかセミの鳴き声とかゲーム拾えちゃう。今んとこね、そのタイムないね。なんか特技披露タイムとかないかな。ヨガ始めよう。
ヨガ始めたら体柔らかくなる？あ、でもなるかもね、続けてたら。なんか健康になりそう、ヨガやったら。いや、リオ健康なんだけどね、すでに。なんか規則正しい生活になりそうじゃない？勝手なイメージ。健康ちゃうやろ。え、健康健康健康だよ。あ、寝る時間？寝る時間はさ、健康とか関係ないよ。関係ない関係あるか。寝る時間はね、リオの健康には関係ない。寝る時間が朝でもね、元気、全然元気だからね。ヨガマット持ってるよ。ヨガマットっていうのかな、あれ。持ってる。くしゃみ止まったよ。てか配信してるとくしゃみできない、なんかわかんないけど、なんかね、配信中くしゃみしたいって思ってもね、出ない。結局爆食いして夜更かししまくりでも超健康ってどういうことねえ、ほんとに健康。今のところね、これから不健康になっちゃう可能性もあるんかな。でもお休みの日は寝るの遅くてもいっぱい寝るからね。今日とかめっちゃ寝たし、びっくりするぐらい、もう寝てたよ、ずっと寝てたし、なんかずっとベッドにいたね。ブレスユー、ブレスユー言えなかったねリオ、ブレスユーはレーナに教えてもらって、アイズの結構使う。くしゃみした子がいたらブレスユーって。牛乳と睡眠は身長と健康に関係ないんだもんね。うん、関係ない。リオが立証してるその説関係ないですね。牛乳飲まなくても背が伸びたしね。今作業してんの。うん、え、なんか聞こえる？書いてる音聞こえる？聞こえるか。なんかさ、細かい音まで拾うよね、ショールームラジオ。ボールペンの音？ああ、そう、このボールペンすごい書きやすい急に実家から持ってきたボールペンなんだけどさ、書きやすいんだよね。計算ドリルなんでだよ、なんで今計算ドリルやるのよ。絶対に必要ないじゃん。勉強してるみたいウケる。ほんと？懐かしい。100マス計算、リオ100マス計算結構好きなんだよね。昔好きだったかも。結構やっぱもう何年もやってないけどさ、100マス計算よくやってたの。喋りながらで書きミスしないんだ。しない。やっぱリオって器用かも書きミスしてないね。自分で言うな。それな。ごめんね。ごめんね。なんかイントネーション変だった。ごめんね。なんかほんと。自分で言っちゃって。なっちゃんがオイリオは海外の人なのか、ブレスユー行ってくるって話してた。マジその話初めて聞いたんだけど。やばい。そう思われてたんだ。
めっちゃウケる。元メンバーに影響されて言うようになったんだけどさ。理数系だったん？いや、リオね、文系。圧倒的文系だった。大龍と妹子さんってどっちが賢いの？いや、なんかね、むずい。わかんない。なんか、勉強系だったら妹だけど、なんか、勉強じゃなかったらリオの方が賢いと思う。リオ、理数系本当に苦手でしてね。そう。文系だったね。クイズ？クイズとか？どうだろう。苦手じゃないかな。苦手ではないかも。わかんない。あいつの頃から喋りながらサイン書くの、あ、うん、もうなんかそのチェキにさ、サインしながら書くのは PB の頃から、あの、培ってきたからね。日本語、この日本語初めて使ったけど、多分合ってるよね。合ってるかわかんないのに使うっていう。姉妹でクイズ、ん？姉妹で組んでクイズ番組出たら最強？いや、最強ではないかも。最強ではなさそう。謎解き？あ、謎解きとか結構好きか。あ、謎解きってなんだっけ？よくテレビでやってる？え、昔使ってたリオ。嘘。本当に？記憶にない、培うって使った記憶が。本当？たまにでもなんか頭良さそうな言葉使っちゃうんだよね。なんかわかんないけど、たまに出てくる。今のところゴーカートは勝ってるとこれしかしない。それ以外にも勝てるとかありますけどね。確かに。とりあえず運動全般はもう圧倒的勝てる。妹運動神経悪いの、本当に何にもできない。言わせてもらいますが、あんま好きじゃないんだろうね、体動かすの。リオは大好きだったからさ。逆上がりもできないんだよ妹。できたことないんじゃない、人生で。アガサは大好きで、謎解き。え、ラサイの頃言ってたの？嘘じゃん。マジか。いつ言ったんだろう。手伝ってあげたことあるよ、リオも。あるある。リオは幼稚園の頃さ、逆上がり練習する器具あんじゃん。あれで、幼稚園の時にできるようになって。年少さんの時とかにもうできてたかも、あれ使って。会社に絶望とかないしな。ないよ。公園行って、公園。でもさ、リオも今できないかも。なんか前やろうとしたらなんかできなかった気がする。逆上がりできないことある？え、できる？今も。今でもできる？年少でできるの早くない？え、違うかな？でも、逆上がり器具使ってやってたんだよね、幼稚園の時。さすがにできるやろ。やってみて、じゃあ。公園行って。
ぜひやってみてほしい。一人は絶対やだ。一人じゃなかったらやるんかい。やっちゃいけないでしょ、ライブの作では。ちゃんと公園でやって。子供の頃オリオが外で活発に遊んでるとこにモコちゃんついてこなかったの。ついてこなかったね。ついてこなかったと思う。リオはなんか同級生といつも走り回ってたけど。妹はお家にいたね、多分。ねえ、後ろで逆上がりされたらもうやばいよ、目の前で。本当に眩しすぎる流れ星。アリオ橋本の映像を見てたんですけど、あの時のオリも可愛いですね。汗、ありがとう。あれだよね、多分ラブドッチの衣装、違うか。あ、うん、ラブドッチの衣装着てる時かな。アリオ橋本多分そうだね。2期とラブコチのリリーベだよね。懐かしい。リリーベね、楽しいよね。懐かしいな。ラブどっち？アイズ解散の時期。あ、そうだったっけ。夏？夏か。コールわかんなかった。コールわかんなかった。でもなんかノリでできそうだけどね。わかんない、できないかな。周りの方が言ってくれるから、それに合わせてできるかもしれない。ノリでできると思ったら間違い。そっか練習しないといけなかった、ちゃんと。オーリオのファンサが神だった。いや、それよ、ファンサね、得意とかないか。なんか好きなの、好きっていうかもうなんか染み込んでる。わかんないけど、もうアイドルめっちゃやってきたからさ、だからなんかそう言ってくれるの嬉しい。振り子ピゼだったからリリーベ後ろに下がってフルパートしてた。え、そうなの。すごい、振り子ピゼなの、すごいね。アポロンっていうオタクが言ってたな。わかるよ。吠えてただけって何。昔の映像探してたら来るの遅れた。え、何探してたの。ファンサ素晴らしいです、ありがとう、嬉しい。
ね、推しの子実写化知ってるよ。絶対に見る。ナータン出るしね。楽しみ。でもどうなるんだろうね、実写ってどうなるんだろう。なんか想像がつかない、全く。元 SK48 推しでした。あ、そうなの？そうだったんだね。名古屋じゃん、名古屋 SK。 そうなんだ。この前実家帰ってる時さ、お友達と境に行ってね、ラスアイでもさ、あの観覧車の下でリリーベしたことあって、で今回っていうか名古屋帰った時にたまたまそこでなんかアイドルさんがライブしてて懐かしくなった。あー、ここでやったなーって記憶が蘇ってきた。すごいあのファンの方がめっちゃコールしててさ、あ、アイドルか何かいるのかなーって思って。オーディオも実写化割とやってない？え、確かに言われてみればそうだね。リュウ結構 2.5 舞台多いかもね。確かに原作があってっていう、玉読みが初めてだったけど。アドバイス？え、誰に？してない、してない。うわ、人少なとか思って見てそう。なわっけない何？どういうこと？全然思ってないよでもてか人多かったよ。うん、めっちゃ人いっぱいいた。人いっぱいいたし、すごいあのコールの声も大きかったし。そうだね、舞台とドラマは違うね、全然ね。ドラマとかはさ、あの映像だから、あの舞台ではできないこともいっぱいできるだろうしね。オアシス21のところ、そう、あの観覧車あるじゃん、境に。あ、その下にライブできるとこがあるんだけどね。でもそんないっぱい人は立てないね、あそこステージは。やばい、肩こりすぎてる。今日シップ派で寝ようかな。舞台の実写版は安心して見れるイメージある。あ、本当、それ嬉しいね。でも舞台ってさ、あの本当に何、生物だからさ、難しいじゃ難しいよね。その 2.5 とかやるのって、実際に。生卵は違うよ肩こり？効くんかな、どうだろう、どうやって使うのコロコロ、まあ首とかならできるかも。目の疲れからくるこり、いや、わかんないんだよね。もうリオ、あの慢性だからさ、慢性肩こり、一生肩こりなんだよね。中学生ぐらいから、中学生だっけ、もう覚えてないけどね、結構昔から。マッサージとかさ、してもらう機会あったり、いつも言われる、カッチカチだねって。
後のゴリゴリオン配信、いや今もやろうと思ったらできるんだけどね、ゴリゴリ鳴るからでもそういう音がね苦手な方もいるのでね、今までオーリオさんの舞台しか見たことないけどリアルの素晴らしさを知りました、ありがとうございます。嬉しいな、そう言ってくれて。うん、頭硬いって言われる、頭も凝るからね、ほんと。マッサージ、いやマッサージ痛い、肩とか特に痛い、気持ちいいと思ったことない、肩凝りすぎてね。あ、思ったことはあるけど、だいたい痛いってなるんだよね、凝りすぎて痛いってなるね。でもそんな強くやってないんだろうけど、もうなんかリオの肩が凝りすぎてやばいっていう。マッサージ通ってない、通ってないんだよね、絶対通った方がいいよね、よく言われる。マッサージ通ってるって、いや通ってないですねって言って。木村さんに針してもらいたいな、アサルトの時にお世話になった木村さん。針やるとすごい軽くなるからびっくりする、すごいんだよね。足つぼ、足つぼさ痛くない、足つぼ痛いよ、足つぼマットとかめっちゃやったことあるけど超痛い。野菜の時もやったな、足つぼの上で踊るみたいな。針初めてやったの何歳くらい、ねいつだろう、でもなんかそんなめっちゃ昔じゃないと思うよ、食べてないよ何にも、ボールペンの音だよこれ、食べてる音に聞こえる、何11円療法って初めて聞いた、何それ。なんでボールペン、今作業してんの、生誕の準備してる。でも話しながら書けるんだよリオってこれさっき話したんだけど、器用でしょっていういや、お手紙じゃないかもよ、うん、何かわかんないでしょ。計算ドリルじゃないよ計算ドリルじゃないけど、ビリビリペン本当にやだビリビリペンやりたくないよ。友達と勉強できるタイプですか？うん、したことあるよ。あ、でもいやなんか実際お友達とお勉強したら、お勉強になってない、多分お勉強になってないけど、その一緒にやる子によるね、ちゃんと真面目にやることやったら真面目にやるし、リオみたいにめっちゃ喋る子だったら多分もうお勉強やめて喋っちゃうだろうし、一緒にやる子によるかもね。だし教えてもらえるじゃん、お友達とやったら分かんないとこ、一人でやるよりいいかも。
よく一緒にテスト勉強とかしたもん、高校の時とか。真面目なこと勉強したことない。嘘。やる？リオと一緒に。真面目だけど。レアスキル。円環の見て。円環の見てかっこいいよね。なじめの友達いるの？いるよ。いるよ。真面目なっていうか、なんかそんな、なんかめちゃめちゃガリデンとかそういうわけじゃなくてさ、やるときはやるみたいなさ。やるよね。静電気結構持ってんだよね。よく人とはっってなるときある。ごめんなさい、パチって。一緒に勉強、いや学校の図書室とかでお勉強したことないね。教室だね。要は教室でやってたりしたかな。毎回一夜漬けでテスト受けて、あーでも結構一夜漬けタイプだよ正直。一夜漬けタイプですね。妹？妹真面目なんじゃないかな。なんか真面目ってな、なんかよくわかんなくなってきた。真面目って何？真面目ってなんだ。妹はなんか時間に余裕を持って行動する。すごくなんか心配性かもね。心配性なところもあるかも妹。そんな早く出んのって思う。リオがギリギリマンだったからさ逆に。しかもさ一緒に塾通ってた時があって、あの同じ家から同じ塾まで行くじゃん。だから一緒に行けばいいのに、リオがギリギリすぎて先行ってるよって言って妹が歩いて行ってた。あ、そうそう、歩いてってんの妹で。私リオは自転車で追いかけてたのいつも。そう絶対に、そうリオは自転車で行くのに、妹なんで自転車乗らないのって感じでいつも歩いてってたの、歩いてってたんだよね。そう自転車もあんま妹乗ってなかったし、まあ危ない、なんか運動神経悪いから自転車も危ないわ確かに。リオのママめっちゃ心配性、心配性な部分は、だから妹が心配性なのはママに似てるんだと思う。オイリオ芸能活動してたからノートとかよくお世話になってたの。あーあったかも、あった、お世話になった時あったね。ノートっていうかまあ写させてもらってたね。え、ママ心配性だよそりゃ。だってラスエサバイブの時とかわかるでしょ。心配性すぎるよオイリオのママは。連絡つかないともうめっちゃ心配するし。チアのノートのためなら勉強くらい頑張れるよ。代わりにノート取ってくれるの。予習や復習しっかりして宿題もちゃんとやるタイプ、やるタイプだと思う。てか宿題とかはリオもめっちゃちゃんとしてたよ。リオね、あの提出物とかめっちゃ守るタイプだし、宿題も絶対やってくタイプだったよ。
それはね、すごい守ってたね。偉すぎ。偉いよね。いや、当たり前だと思ってやってたからさ、リオは。それが当たり前だよね、多分。当たり前って思ってやってたから偉いとかわかんないけど、提出物めっちゃちゃんと守るタイプ。今でもこの仕事しててもさ、たまにあるんで、なんかこれを 何日までにとか、そういうのとかもちゃんと守るタイプですね。なんか、あ、やばい、え、今聞こえてなかった？充電があれだった。そう、だからアンケート、だからこのお仕事してるといろいろさ、何時、この何日までにとかあるんだけど、そういうのもちゃんと守るタイプだから、なんかあの昔からそういうのは当たり前だと思ってるから、提出守るみたいな時間だから、それがなんか今でもあれだね。宿題人生損してる。何それ。提出物マジでやらなかった。え、でも提出物さ、大事だよね。でも成績とか関わんないっけ。持ってくるの忘れたとかはよく あるね。でも聞いたことある。やっぱ提出物も大事だよね、結構。高2の時提出物出さなかったら電話かけてきてだるかった。え、そうなんだ。まあでも大事だもんね。さて、おめえ仕事できるタイプだな。今わかった？あ、何回目って言ってた。そうだよ。仕事できるタイプです、実は。本当は真面目なのに配信でバカなふりをしてたんだな。バレた？実はね、そうなの。バレちゃった。不純なメンバー提出物弱い子いる？いるいる。いる、いますね。いるし、一人じゃない。なんかもうウケる、もう分かるよね。でも言わないけどね、想像してくださいな。だってリオこの前さ、え、まだ送ってなかったのってなったもん。ウケる、マジで。え、結構前でしょそれってなったもん。それ期限結構前だったよねって思ったんだよね。みたいな。まだ送ってなかったのってなった記憶すっごいある。みんな予想してる。今日は自画自賛多いな。結構ある、あるあるですね。あ、全員想像できる。嘘。じゃあ結構リオも想像されそうだな、正直。知らなかったら絶対想像されてる気がする。おじしか勝たん。え、初めて見たこれ。すごい、そんなギフトあるんだね。チワパニックになって頭かいてそう。何それ、なんだね。そんな、何それ、そのイメージ初めて聞いたよ。パニックになって頭かいてそう。めっちゃ面白いけど。オリオちゃんとしてるイメージ。あ、そう、意外とね。意外とね、ちゃんとしてんだよ。生徒会長的には風紀が乱れてますな。ねえ、ほんとだよね。でもおもろかった、ほんとに。最近ね、ちょうどそのエピソードがあったんで、今みたいな。もう1週間ぐらい経ってた気がする。1週間もうちょい経ってたかな。1週間以上経ってた気がする。1週間以上経ってたね。いや、でもわかんない、リオ絶対遅れないからさ。
送れないから分かんないんだけど、1週間ならマシ、 まだまだいいとかあんの？ミミちゃん、そうだね、ちゃんと送ってそう。いやでもこの前なんだっけな、いつだっけ、すごいね面白い、ミミちゃんが珍しい日があったんだよね、ライブの日かな、何があったんだっけ、なんかすごい笑った記憶ある、今日ミミちゃん大丈夫みたいな話したもんみんなで、何があったんだっけなの日、なんかすごい面白かったの覚えてる。いや体調は良かったよ、ちゃんと体調は大丈夫だったと思う。なんだっけね、なんか忘れちゃった忘れちゃったな。会社の経営情報的なのを外部に提出するの定期的にあるんだけど余裕で遅れまくってる。え、それいいの？え、絶対良くないよね大丈夫なの？許されるの？それはマジ？なんかさ、まあ、まだ学生のとかならまだ大丈夫だけど、そういうさ、あの会社でとかの絶対にそれこそ遅れちゃいけない感じはあるんだけど、普通にやばいと思うやばいと思ってんのにフ研究生の資料平気で遅れて前回のやつに付け足して作ってるねえ、なにそれ、え、なにそれ、え？バレないの？それは。でもよくリオ、いつだったかな？提出物褒められたことあんだよね、先生に。忙しいのに提出物絶対出すよね、みたいな。言われたことある。めっちゃガサガサ言っててごめんね遅れること見越して早めの締め切り設定されてることもある。あー確かに、そうすれば確かにね遅れても大丈夫か、早めに言われてたらね。あーやっぱ遅れる前提で締め切りを早める場合が多いんだね。こんばんは。え、今何も食べてないですよ今これ作業してて音がありますけども、おう、ある学校の先生が子供たちに出した宿題が幸せになりなさいだったみたいで感激。何それ、そんなことある、すごい、それすごいね、素敵。ガチでやばい時徹夜して作ってるウケる、ちゃんとね。でもわかる、リオも前日にやばいってなってやってた時あるからね、全然それはわかる。でもさ、正直アンケートのエピソードとか書くの難くない？え、それはすっごい難しい。それこそアンケート系は頭抱えるねいや、ないってなる。
いや多分あるんだろうけどさ、思い出せないとかこととかめっちゃあるんだよね。実際はエピソードあると思うけどみたいな、出てこないみたいな、考えると出てこないみたいな。ガサガサ音聞いて私も韓国のお土産を分けて包むか一緒にやろう。29日お土産楽しみいや4日になるかないつでもいいのさいつでもいいよ。今一瞬ヤノスとした。嘘、え、嘘、キーってなった。それは申し訳ない。どの音だったかな。ASMR みたい。そうだよね、なんかYouTube で流しといたらよかったかな、音聞こえないように。まあ聞こえるけどさ、聞こえるだろうけど。あ、今の音かな。キュッて、キュッて音、キュッて音鳴っちゃうかもしんない。あ、これだこれだ。あ、キュッて音鳴る申し訳ない。あ、これか。韓国海苔嬉しくない？韓国海苔嬉しいよね。結局みんな好きじゃん、絶対に。韓国海苔はみんな好きだよ。でディブが韓国行った時もさ、ママ、あのパパとかさ、韓国海苔がいいって言うもんね、よく。やっぱ韓国海苔嬉しいよね。でもね、韓国海苔種類いっぱいあるんだよね。韓国行ったら味が違うの、本当に。なんかさ、日本はさ割とさ同じじゃん味、韓国海苔。韓国って韓国海苔味全然違うの。なんかね、あのミョンドン行った時に、あの出店で韓国海苔売っててさ、なんか何種類か食べたんだけど味が全然違ったの覚えてる。それで美味しい、自分が美味しいと思ったの買った記憶があるんだよね。この前久しぶりに見たけど、メガネしててすぐには分からんかった。あ、え、やっぱそうだよね。やっぱりなかなか分かんないよね、メガネしてるとリオって。でもすぐには分かんなくてもちょっとしたら分かるってこと、気づいてくれるのかな。パック送ってもチューマネに行くんだよね。え、わかんないリオがもらうフ味が違ってポテチで言うと薄塩とコンソメ。いや、そんなことない、そんなことはないんだけど、さすがにそんなことはないけど、あ、違うなって思う時ある。パック受け取れんの？いや、多分ダメだと思う、本当は。分かんない分かんないけど。韓国海苔の韓国海苔のパックってやばそう海苔なんだっけ。あ、ごめんね、嫌な音。ごま油の匂いが顔につくよ。やっぱオーラ半端なかったです。え、嬉しいこと言ってくれんじゃん、照れるん。すごい嬉しいです。いや、でも本当になんかね、アガサになってる時はオーリオって分かんないよねって思うんだよね、初めて見る人は。でもちょっとしたら気づくのかな。やっぱたまにツイッターでさ、その
ライブ見た時にあのオーディオって分かんなかった、なんかオーディオだったみたいな、そういうの見るんだよ、あ気づいてくれるんだって、うん、初めて見た時分かんなかった、あ、ほんと、まあまああれだよね、あの写真だよね、みんなが初めて見た時って、あのジャケ写、ジャケ写見て分かんないよね、確かに。初めて夫人のチラシ見た時誰がオリオさんか分かんなかった、え、そうだよね、ね、あの初めて情報解禁した時もさ、メガネオーディオみたいなコメントを見た気がする、半信半疑みたいな、確定はできないけどみたいな、ぽいみたいな、味付けが違うの、それとも海苔が違うの、いや、お海苔も違うだろうし、味も例えばさ、なんかごま油じゃなくてオリーブオイルで作られた韓国海苔とかもあるんだよ、キーって音鳴っちゃうな鳴ってしまう、ハッシュタグで知った、ああーハッシュタグで知った、そういうこと、じゃあ 見たら見ただけじゃわからないか、そうか、ハッシュタグ大事だね、ハッシュタグつけていくわこれからも、初めて見た時クリスティアガサかっこ大森リオって書いてあったからすごかった、ああそれ 何に書いてあったんだろう、ほんとそれはわかるよね、そりゃ名前が書いてあるならわかる、そう韓国のりはやっぱごま油が美味しいよね、てかりおごま油本当に好きなの、マジで大好きごま油、なんかごま油系のお菓子とかめっちゃ好きだもん、ポテトチップスとかさ、よくごま油飲んだりしてる、いやいや、さすがにさすがに飲みはしないよ、うん、さすがに飲まないけどさ、ごま油は好きで、あとリュウ サムギョプサルもね、ごま油につけて食べるのが好き、でも韓国行くとね、ごま油じゃないから、サムギョプサル塩みたいなやつなんだけど、日本でサムギョプサル食べるときは絶対にごま油と塩、ごま油に塩入れる、韓国海苔そのまま食べるかな、そう塩とごま油のじゃがりこね、それな、あ、海苔塩とごま油もいい、海苔塩とごま油のじゃがりこめっちゃ好き、うわ生レバー美味しいね、ごま油合うね、生レバーだっけな、鶏レバーだっけな、なんか食べたことある、ごま油の味付けのやつ、塩はお塩じゃないんだ、あ、お塩だよお塩だねごま油はさすがに水割り、え？やだー、え？やだ、どういうこと、やだよ、飲むのそれで、絶対やだ、オーディオおすすめのサムギョプサルのお店あるよ、え、日本？韓国？韓国はね、肉店食堂ってところが美味しい、いやでもね、そこ以外に行ってないからわかんないんだけど、他にも美味しそうなお店見つけたんだよ、ネットで、ツイッターか、今度はそこも行ってみたい、韓国行った時に、他の
お店。なんかね、韓国に住んで何年だけど、ここが一番美味しいみたいなさ、ツイート、そういうのよく流れてくんじゃん。それでね、美味しそうって思ったから、そこに行きたいかも。豚汁にごま油、へえ、作るときに入れる、へえ、そうなんだ。秘宝をつけるのはキャラ作りと判明なんで違うよ。サムギョプサルはしごあり、ありかも。そんな、だからあれだよね、いっぱい頼まずにだけ頼んでってことだよね。あり、サムギョプサルはしごありですね。豚しゃぶにごま油、やったことない。そうなんだ。豚しゃぶはポン酢とかが多いかな。あとごまだれとかも美味しい。オーリオにおすすめされると食べたくなる本当？あー、聞いてなっちゃう、なってしまう。あー、正確にはポン酢とごま油の両方。え、ポン酢とごま油か。それ合わせたことない。どんな味なんだろう。でもなんか確かに炒め物とかごま油入れとけばなんか間違いないよね。美味しくなるよね。すりごまにごま油。え、それは何と食べんの？すりごまにごま油。あ、オイスターソースね。確かにオイスターソースも美味しい。まあ、作るものによるけどね、ごま油も入れるときとか、なんか作る料理によるけど。卵かけご飯にとま油入れたことない。卵かけご飯っていろんな食べ方あるよね。でもそういう調味料リュウ結構いつもスタンダードてか、いつもっていうか最近食べてないんだけど、結局なんかだし醤油みたいなシンプルなの、シンプルな卵かけご飯しか食べたことない。あ、あとあれあれあれ、卵かけご飯なんだっけ、韓国海苔のフレークみたいなあるじゃん、あれも合うよね多分。そう、韓国海苔ちぎってのせる、そう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 、それそれリオが言ってるやつ、なんかフレークみたいな。へえ、ラー油か生姜チューブ、やったことない。どんな味がするんだろう。やっぱり日本人は卵かけご飯の卵抜きだよね。卵かけご飯の卵抜きってもう白米、白米だ。で、食べるラー油美味しいよね。わかる、美味しい、すごいわかる。なんか何でも合う感じする。海苔のフレークでご飯いける、それはね、みんないける気がする。韓国海苔のフレークでしょ、美味しいよね。
生卵ダメだから卵かけご飯食べたことない、食べてみたいすぎる。あーそうか、アレルギーとか。そろそろ寝るね、おやすみ。おやすみ。え、もうそんな時間、今何時、12時以上、何時に始めたっけ。11時12。あ、でもまだ2時間経ってない。まだ、あー、アレルギーが残ってる的な。あー、そういうことか。そっか、なんかさ、あれだよね、食べたいけど食べれないっていうのがきついよね、アレルギーとかってさ。好きなのにみたいな、アレルギーだからあんま食べれないみたいな。リオ食べ物のアレルギーないんだけどさ、あったらやばかったかも。いや多分リオ食べてたかもな、もしあったとしても。食べたいが勝っちゃうからきっと。まだ2時間経ってないってセリフやばいよね。そう、確かに思った何そのセリフって。もずく今リオ冷蔵庫に入ってるよ。もずく美味しいよね。最近サンバイズ、もずく。もずく食べたことない？嘘。ほんと？もずくは体にいいからね。結構常に冷蔵庫にある最近もずくは。むずくとは違うけど、うなぎは食べたよ。全然違う全然違うね。うなぎいいね、うなぎ好き。酢入ってるだけで体いい感じする。え、わかるそれな、わかるよ。メカブもいいね、体にいいよメカブもとっても海藻体にいいね。もずくってすぐ食べ終わっちゃうんだよね、いつも。すぐ食べ終わっちゃう。好き嫌い酢ね。なんかリオもね、そんななんか好きとかではないんだけど、もずくはねいける。もずくのサンバイズとかは食べれる。生誕の準備のガサゴソ、そうだよ、準備してる。そういや去年タイの酒に酢入れたわマジか、今カミングアウトしたの。あ、キュウリとワカメの酢の物美味しいよね。バーバが作る酢の物すごい好きだった。キュウリとワカメの。いつだよ。やっぱ気づかれてないじゃん。気づかれずに、今カミングアウトしたのね。あ、タコ。タコ、タコ入ってた。あれ？タコ入ってた気がする。タコ入ってたかも。でも別になくてもね大丈夫かも。キュウリ大好きだし。つけ麺にお酢入れる？いや入れない、入れないね。でも冷麺とかにもお酢入れないタイプ。基本はもうお酢使わないかも。新章の復習講座の日、え、結構最近じゃない？最近って言っても12月か。ひじき？ひじきも体にいいよねあんかけ焼きそばに酢入れません、入れませんね。カレーが美味しい店？カレーが美味しいお店に行ったの？
カバン破壊したの？1ヶ月前は千秋楽か。え？マジ？あ、え？今日25日？千秋楽から1ヶ月か。あ、靴か。なんかもう未だにさ、靴とカバン間違えちゃうんだけど。靴か。え、靴、あ、でも靴壊れることあるからわかる。リオもサンダル壊れたことあるからわかるよ。しかも両方壊れてね。妹に大爆笑されて、動画撮られてた時。あれやばいよね。本当に面白い。笑われた。車の中から動画撮られて。それ見た記憶ある。え、わかる？載せたよね、リオ。何？ツイッター載せたっけ？いや、あれね、本当にやばいんで、もう両方壊れちゃって、もう歩けなかったもん。妹子に笑われるのずるい。しょっちゅう笑われるけど。サンダル壊れた名場面鑑賞しました。懐かしいね。もう2年ぐらい前じゃない？そんな前じゃないかな。2年も経ってないかな。いや、どうかな。静岡じゃなかったっけ？あれはね、静岡じゃない、静岡じゃないけど、な、家族で出かけてる時だった。静岡だったっけ？いや、覚えてないけど、静岡行く時だったのかな、もしかして。じゃ、静岡じゃないっけ？え、静岡？なんでみんな覚えてんの？マジ？静岡だっけ？行く途中だったのかな、じゃ。記憶力すごいね。オケリンのサンダルでしたっけ？あ、うん、結構気に入ってた。そう、結構ね、お気にだったからね、悲しかったね。横領のエピソードどんどん増えてく。ねえ、ほんとだよ。二人のキャラクターの誕生日をお祝いするのなんかいいですね。6月22だっけ、忘れないように。あ、そうそうそう、そうですよ。今日はね、友よのお誕生日だった。みさかは6月22。覚えやすいよね、22がリオと一緒だから。ちょうど半年前っていう。いや、自分のエピソードって忘れるもんだよ、やっぱ。みんな覚えてんだね。本人より覚えてるしね。よくあるよ、みんなが教えてくれること、自分を忘れて。お餅韓国のり挟んで食べてる。お餅韓国のりやったことないかも、もしかしたら。美味しそうだね。てか韓国のりお家にあったんだ。長さね、ないんだよね。そう、誕生日のさ、設定欲しいよね。でもお祝いしたいから、それはね、思う。お餅ごま油もやったことないかも。トッポギはね、まあお餅みたいなものだよね。でも
お餅みたいですよ。もちもちしてるし、お餅みたい。お餅よりなんか弾力がある感じ。伸びはしない。お餅はビヨーンって伸びるじゃん。トッポギはね、ビヨーンって伸びない。誕生日設定すると高校を卒業しちゃうからダメかも。あ、そういうことか。いや、でももしお誕生日あっても年は取らないんじゃない？年は取らない系。誕生日あっても年は取らない。トッポギリオね、好きだよ。チーズトッポギとかめっちゃ好き。あの、辛すぎるのとね、ダメだけど、あのソトックソトックとか好きなんだよね。あのソーセージとトッポギが交互になってるやつ、韓国で食べた。なんか甘辛い味付けならいける。この前ね、この前って言っても結構前なんだけどさ、韓国料理屋さんでさ、チュクミ食べたのね。チュクミっていうのはなんかタコ、イイダコみたいな、あの辛、なんかね、チーズタッカルビのチキンじゃなくてタコバージョンを韓国料理屋さんで食べたんだけど、辛すぎて、本当に辛すぎて、あれはもう全然食べられなかった、うん、辛すぎて。辛すぎた。チーズもなかったからもう無理だってなったね、辛すぎて。三楽地じゃない、チュクミ、チュクミっていう料理があるんだよ。三楽地は全然辛くないよ。ごま油だからね、味。ごま油につけて食べること。辛いものはとりあえずね、そう、チーズが欲しい。チーズがあればなんとなく食べれる。辛いプルダック食べたことない。絶対に無理だってもうわかる。辛い、辛くて。チュクミ一回食べたことある。辛かったかも。え、めっちゃ辛かった。多分お店によるかもだけど、リオが食べたやつも激辛だった。で、しかもさ、後から気づいたんだけどね、辛いもの好きな方におすすめみたいな書いてあったの。でもそれさ、なんか気づけなくて、注文するときそれに、その表示見えてなかった。で、後から気づいたんだよね、辛いもの好きな方におすすめって。やばいよ。アガサ4月にっぽい。え、ね、前ね、メンバーでね、それぞれお誕生日の月想像してたんで。でもアガサバラバラだった。そう、それこそ4月っぽいって言ってる子もいたし、個人的にリオはね、なんか秋っぽいなって思ったんだよね。秋な感じがする。で、アンは何月でとか、みんなのね、月想像してた。ぽい、何月っぽいよねみたいな。11月とかのイメージわかる。リオもね、なんか秋、アガサは秋っぽいイメージが。アンは夏だな。あ、何月って予想してたっけな。みんな予想してたんで。なんかベスは夏女だから夏だよねみたいな感じで、何月とかまでね、勝手にあの想像っていうか、ぽいって言ってた。何月っぽいよねみたいな。リンゴは冬だよねとか言ったり。アガサ1月1のイメージ。うそー、マジ。それ雪入ってるからだ。確かにね。白雪、リンゴ
でもなんか冬っぽくない？ジョー何月だっけ？なんかみんな予想してたんだけどね、そこにいた子たちで。クリステなら秋やん。え、だからかな。いやでも名前関係ない。いや関係なくはないかもだけど、アガサはね名前関係なく秋っぽいなって思った。でも4月っぽいって言ってる子もいたよ。今日は5月。あー、わかる。確かに5月、5月感もあるかも。あ、セイラも冬って予想してた気がする、みんなで。アリスは何月っぽいって言ってなかったかもな、その時。何月っぽいだろう。え、難しい。まあ全員1月から12月の間やな。いやそりゃね、当たり前のこと言ってる。13月かもしれんよ。あー、確かに13月の女の子っていうのがあるから。そうだね。確かに。暖房入れすぎてちょっと乾燥してるわ、お部屋が。加湿器つけた方がいいか。てか一回暖房切ろう。いよいよ26日整理番号発表でドキドキです。あ、今日？今日か。座席発表。めっちゃ静かになった。え、確かにちょっとやだかも。静かになりすぎて。確かにやだ。なんかやだな、静かになりすぎて。なんかテレビつけとこっかな。テレビつけといた。明日ね。まあ強敵の明日ね。座席どこだろうね、みんなね。今日生活音多い？ある意味嬉しい。そうだね、生活音なんかもう作業してるからね、音が入ってしまう。明日的な今日。あ、明日的な明日？明日的な明日？違うよ、今日的な明日か明日的な今日でしょ。あれ？今日 25？あ、そうなの？あ、だから明日的な明日か。今日25か。ってことは明後日か。26は明後日？おいでってテレビつけてる派？あんまりつけない派。つけない派っていうか、なんかあれだな、YouTube とかネットフリとかが多い。
テレビつけたら。でもたまたま今日はテレビつけてたんだよね。あ、今はつけたけど、今じゃない時もつけてた今日。やばい、充電あと 10% だって。このままだとブチって切れる。充電さそうか。でも充電さしたらコメント見れないかも。待って、見れるか。テレビね、あんまつけなくなっちゃうよね。実家にいるとテレビついてんだけど、一人だと全く。あ、でもリオ朝準備してるときテレビつけるわ絶対。そういえばあのメイクしてるときとかさ、テレビつけてるわ。そういえばそうだ、朝は絶対つけてんじゃんリオ、準備しながら。ヒルナンデスとかめっちゃ好きでさ、つけてるわ。ヒルナンデスとか、あとなんだっけ、ラビットとかさ、その時に準備する時につけてる。あ、ヒルナンデスは朝じゃない、お昼だよ。ちょうどお家にいるときは見るね、その時間に。でも結構ヒルナンデス続き見たいってときめっちゃある。わ、もうお家出なきゃいけないのにめっちゃ見たいんだけどってなるときある。準備してるときテレビつけたら気になって準備できる。嘘、本当に。リオ全然流し見で、流し見。一人暮らしでシーンってしてるとなんか落ち着かなくない？そうだね、シーンってしてんの嫌だかも。だから基本なんか、ただ YouTube とかつけてる。なんか何かスマホ触ってても YouTube つけるときとかもある。聞きながらとか。ミュートにして目覚まし。ミュートなんだ、なんで？音出さないようにしてるの？めっちゃ無音かも。え、そうなんだ。朝の占い起きてることあるよ、たまに。てかその時間まで起きてることの方が多いかも。あー、聞いてなった。YouTube 倍速できる？あ、わかんない。倍速にしてない。倍速にしてないからわかんないけど、できるんかな？で、まあ、ラスバレの音か、チオの配信の音ぐらい。え？じゃあ、リオの配信ないとき、無音じゃん。ゲームの音ぐらいか。朝起きたら電気よりテレ先にテレビつける。あ、マジか。そうなんだ。あ、でもそっか、テレビのリモコンの方がすぐ近くにあったらつける。マジで配信の音しかないかも俺。え、そうなの？そんなもん？ほんと。リオはなんかやっぱ音を欲しいタイプかもしれない。今日のオーディオのラッキーアイテム予想しようかな。予想してみて。でも見れない多分リオ。
代わりに見てくれる？配信もイヤホンしてるから周りには静かなはず。あー、それは静かだ。それは静かだ。かわいい写真ありがとうね。生誕の画像です。これ写真か。写真でしょどう見ても写真じゃなかったらすごいよ、こんな固まってんの。そろそろ教えてふみちゃんやってみようかな。え、やってみてやってみてよ。返してもらえるといいね。どんな質問する？音量の声が一番いいんだけど、集中して他のことができなくなるのが困る本当？でもさ、ラジオ配信だったらさ、他のことできるんじゃない？まあ、コメントするなら他のことできないけどね。コメントしてくれてありがたいけど。一回返して、一回やったけど返してもらえなかった。知らん人からいいねもらったそうなので返してもらえるようなさ質問じゃないとね。二坂様のレアスキルいつ判明しますかってそれは返してもらえない気がする。ねラジオ配信だから仕事しながら聞いてるよ。そうだよね、それができるからいいよね、ラジオは。オーディオのショールームは見逃し配信できないから。あー、確かにね、もう配信ってそうだよね。でもさ、三坂様のレアスキルいつ判明しますかは他の人も聞いてそう。意外と文ちゃんは牛丼のトッピングにチーズ頼むことありますか？あー、どうなんだろう、どうなんだろうね。コメントガチ勢だから他のことできないありがとうね、コメントしてくれて坂はレアスキルないのに体調なのもエモいけどね。そう、体調なのよね、すごいよね、ほんと。リギオンマッチの時しか黙らない。じゃあ黙ってる時はリギオンマッチしてるって思っとけばいいこんばんは、ヤッホー。
そこで置いてこよう。ちょっと待ってね、みんな。今キャンドルつけてないけど、いい匂い、いい匂いする。キャンドルの匂いが、火をつけてなくてもいい匂いなんだよね。よいしょ。やばい、腰が凝った。怒ったって言い方。一旦終わろう。作業終わった。まだ終わってないけど、一旦今日は終わり。キレがいいので、みんな美坂のレアスキル予想するよね。一旦終わろうかは確かに配信の一旦終わるは確かに次何時ってなるよね。この時間で一旦はおかしいよ。もう終わりなさいってね。でももうそろそろ終わる時間か。意外ともう1時になっちゃうもんね。こんばんはよー。やっほー。今日ゆっくりできましたか？うん、今日はね、寝たね。いっぱい寝た。まだ2時間やってないのに。いや、やってるね。やってるよ。レアスキルあっても、こういうスキルじゃないかと思うんだよね。これだけじらしてきてありきたりな、ありきたりなのは考えにくい。そうだよね、確かにね。気になるよね。なんだろうかな。昔3時くらいから再配信したかもな。再配信だっけそれ。したかもね。あ、今日ね、外出たんだよね。そう、今日外出たくなかったんだけどね、あのアボカドが欲しくて、どうしても歩いた、外出た。めっちゃ寒かった。どんだけアボカド欲しかった。欲しかったの、あのさ、いやもう言ったんだけど、今日あのトマトとモッツァレラチーズと、あのジェノベーゼみたいな、カプレーゼみたいなね、よく作るのよ。それにね、リオはアボカドをいつも入れたくて、ジェノベーゼのトマトサラダみたいなやつにアボカド欲しいなって思って。いや、トマトとチーズだけでもいいんだけど、リオはアボカドも欲しいからね。コンビニないよアボカド。スーパーまで行った。
いや、アボカド刺身醤油ね、あんま食べないんだよな。結構サラダに入れることが多いかも。カプレーゼっていうかね、すごい簡単だよ。そう、簡単なの。めちゃめちゃ。メンヘラホイホイはサブスキルやっけ違うよ、違うけど、なんかそう言われてるよね。この前居酒屋でマグロアボカド刺身、美味しそう。もう美味しいよ、そんな。でもね、居酒屋さんとか行ったらさ、アボカドって入ってたら絶対頼んでる気がする、いつも。アボカド好きだから。オリオンのオムライスいつになったら食べれますか？いつでも、いつでも作るよ。ポキ丼くらいのしかアボカド食べない。あ、ほんと？ポキ丼食べない逆にいるよ、あんま。うん。最悪、めっちゃ風呂長い妹子に先越された。ああ。しばらく出てこないんじゃない？じゃあ。メンヘラで思い出したけど、牧浦さん2歳も年下だったのね。そうそうなんだよ、実は2個下。本当にそんな感じしない、超同い年って感じ。あー、同い年か1個下かって感じかな。2個下なのね、ほんと。たちゃんに妹いるの何回聞いても違和感しかない。わかる、でもそれそれわかるな。長男、長男ってことだよね。まあ今子も大学生になって一人暮らしするから、たちゃんの独壇場や。一人暮らしすんのか。そうなのね。横呼びはややこいからやめろ。いや、みんな使うよね、でも結構。え？今年から大学？え、同い年？リュウの妹と。妹子と妹子同い年よ。え、だよね、同い年だね。同い年だって思った。そっか。いや、でもリュウの妹絶対一人暮らしできないからな。しっかりしてんだね、タチの妹子は。妹子出てたら両親泣くで。そうだね、だろうし、絶対妹出ないと思うよ、本当に。マジでね、ずっとお家にいるって言って言ってるもん。ずっとここがいいって。オムライスシェブスプレゼントの一等。え、作ってくってこと？もうすでに。いや、出来たてが美味しいよ。うん。だし、作って持ってくのが結構大変だな。つやもものしいたけの肉詰め。ママしいたけの肉詰めあんまり作んないけどね。しいたけの肉詰めは
名古屋リオが好きな焼き鳥屋さんにあるメニュー。え、茶碗じゃなかったの？うん、最初はね、あ、そうだよ、お店にあるやつだよ。そう、でもそれを食べてからお家でも作ってってなった。これが美味しいからって、お店のやつが。それに明太マヨがもう美味しすぎて、お店のメニューが。トリッキーじゃない、トリッキーじゃない、違うのよ。東京にないんだよね、そのお店。そのうち大森家の長女を名乗り出すな、妹子。嘘嘘でしょそんなことはないと思うけどね。こんばんは。絶対に長女じゃないもん、性格が。妹は。トリッキー、え、トリッキー椎茸肉詰めあったっけ、あれあったっけ、あ、待って、あったっけ。焼き鳥屋さんにね、あんのよ、椎茸肉詰め。おいりおもしのトッピング何が好き？きなこかな、やっぱきなこかな。きなこ、あんこ、うん、甘い系の方が好きかも。あ、1時だ、そろそろ終わるか。いやー美味しい、いやいや、いいね、焼いてバター醤油美味しいね。9月14日に食べた。よく覚えてるね。写真撮ってたのかな。まだ1時だね。そうだね、リオからしたらまだ1時だけど、もう割とやってるから、もうそろそろ終わらなきゃね。いやー眠くなさすぎるな、寝なきゃなのに。寝なきゃだけど眠くなさすぎる。お餅9個も食べたの？この配信中に。1個でいいだろういや、わかんない、1個じゃ足りないかもね。報告が遅れたんですが、野球の舞台見た後に生誕祭行くことになりました。チケット購入済みです。え、嬉しい、本当に来てくれるんだね。いやー、ラッキーだよ、すごい嬉しい、よろしくね。1個何にもならん確かに1個はちょっと少ないかもね。今日寝たからね、よく。そうそう、今3個かける3だから12、次12個どこまで行くんだろうそれあ、そう、一旦作業はね終わったの、もキリがいいから。まだだけどね、まだ終わってないけど、キリがいいところまで行ったから。
オーリオの配信見始めてから確実に夜が遅くなってるやばいじゃん生活リズム崩れ始めてる。ただちょいと体力持つか心配です。あーね、確かに2つもねイベント行ってたら確かに。その前日にいっぱい休んでよく寝てくださいね。寝不足は良くないから。朝食にはなったけどスーパーに売ってるやつなら1袋分多分食えるいやすごいよ結構それ。何個入ってんの1袋すごいな。でもラスエの時は実はオーリオのふかしってバレてなかったってこと。いやバレてなかったことはないと思う全然。でもその学生の時は12時超えたらダメだからさ、配信もその前に12時には終わってたから全然夜更かしなのはバレてたと思うよ。学生10時、学生10時だ、あ10時だっけ、何歳までが10時とかで何歳が2、あれ忘れちゃった。20歳はでももう12時超えてよかったよね。ダメだっけ、あれ高校生が10時じゃない多分。そうだよね、高校生が10時だね。前日 T リーグ見に行くんです。すごい2日連続盛りだくさんだね。そっか、懐かしいね高校生の時期が。いやもうでも終わんなきゃね。またやるよ配信。まだ高校生やん。本当？でも高校生だったらこの時間までやってんのダメなんだけどね。それこそ高校生の頃の配信でめっちゃ静かやったろ。静かだったかな、静かだったかもね、静かだった、そうだね。なんかあれだな、なんだっけ、あの今よりね素を出してなかったね最初の頃はね。iPad 持ってたね持ってた後ろに森をいた、懐かしい、いたね。野菜の時ラジオ配信なし、どうだったっけ、どうだったかな、あんまやってなかったかもね。でもか猫かぶってる時期、いや猫かぶってたんかもね。そうかも。でも今は本当にやばい、もうなんか自由すぎてやばいなって思ってる。そのまんまだもん、そのまんまてかもうなんか本当にね、あの本当何も考えてない、何も考えてないは嘘だけど、あのそのまんま、そうそのまますぎてやばいと思います。
気楽でいいじゃない。そうだね、そうだね、気楽。例えば今回生誕についての質問みたいなインスタのストーリーでやったりする？あーあ、あなんかやろうと思ったんだ。そういえばやろうかな。確かにある、聞きたいこと。何も考えてないのにジョール。いや考えてるよ考えてんだよね、考えてるけど考えてないみたいな。ラジオ始めてから芸の幅広がった気がする。嘘でしょ？本当？多分ね、あの本当に素なの、めっちゃ素。多分もともとこんなんなんだよ。そう。ないない、ある。あるあるある子もいるみたいだからね。テライトね、持ってきてほしい。あるならぜひぜひピンク色振ってくださいな。お風呂のお湯の温度気になる？リュウ結構でも熱いお風呂に入ってあの汗を出したいからあったか熱いめのお風呂に入れるよ。獅子を持ってこいいよ、なんでもいいよ。ここで聞いちゃう？ここで聞く？あ、うん、いいよ。チェキは猫とオーディオバージョンあるじゃん、それって2枚買ったら1バージョンずつ？あ、待って待って、どういうことだ？うん、ちょっと待ってね、リオがちょっと理解できてないな。うん、待って、ね、うん、2枚買ったら1バージョンずつ。あ、そうじゃない？うん、そうじゃない？うん、え、多分そうだと思う。2枚買ったら、え、1枚ずつだからどっちも取れるって話だよね。そもそもチェキ券分かれてるでしょ。あ、そうだ、あ、そうかも、そうかな。手順のペンライトピンク、あるある、ももがピンクだからあるよ。片方2枚かぶっていけるか。あ、そういうこと。ちょっとそれリオわかんないから聞いてみるね、また配信で答えるわ。写メは猫じゃないよ、衣装、衣装をしてそのままで、そのままチェキ取って、で最後あれじゃない、なんか猫耳つけるのかわかんないけど、猫手とかつけるのか、そんな感じじゃないかな。ペンライトピンク、ピンクです。40度健康に悪い。あ、そうなの？ 40 度よりリオ高いわ。あとマネージャーさんからメール返ってきたみたいでよかった。無事。あの後聞いたんだよ。ピンクを2本振ればいいですか？うん、ぜひ。チェキ爆買いしてオーディオ帰れなくするかいいよ、全然いいよ。リオは帰れなくて
やばい、終わんなきゃだよ終わるぞ、また話そう。タイチじゃん。久々だね生誕来てくれんの生誕ミクサ全部ピンクを見てみたい。いや見れんね、2月4日見れるよね。みんなピンク振ってくれるよ。リオさん愛知県出身なんですね。そう、中日ドラゴンズのユニフォーム持ってるから着ていこうかな。そうなの、すごい、いいじゃないか。誕生日2月でしたっけ。いや12月なんですけども、あのお誕生日舞台やっててさ、忙しくてできなくて生誕2月になっちゃった遅れての生誕でございます。一志さんと近かったっていうの覚えてる。あ、そうなんだ、覚えてくれてたんだね。忙しいのはいいことや。そうだね、嬉しかった。でも今年のお誕生日舞台で良かったと思う。すごいマジで幸せだった、いろんな人にお祝いしてもらえて全球団のユニフォーム持ってます。すごい野球が好きなんですね、すごい。誕生日当日イベントあるの初めてだったからそわそわしちゃったわ。いやでもわかるわかるね、リオもそうだった、そわそわしたよねそわそわっていうか嬉しかった。そうそういっちゃんがくれたチキン美味しかったな。ほぼ妹に取られたけどね。じゃあ順位を読んで終わろうかな。今ちょうど新しくなったっぽいランキングが。では行きます。13位リゾートダイバー、12位がジェミョン、11位がサー、10位がユータ、9位がエレメンツ、8位がウォーウォーイエーイ、7位がザキ、6位がナツユキ、5位がマイコル、4位が TK、 3位がラブ、2位がチョリ、1位がイッシー。イエーイ、ありがとうございます。フォローしました。あら、ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。嬉しい、ぜひまた配信遊びに来てくださいね。よし寝るぞやっと寝れるね、みんなごめんね遅くなって。フロー妹が出てくるまで立ち余って頑張ってじゃあまた会おう。ちょうどお洗濯終わってぴったり。おお、ほんとよかった。いつも楽しませてくれてありがとうございます。いやいや、こちらこそ、こちらこそだよ、ありがとう。また話そうね。おやすみ。バイバーイ、チャルジャー。おやすみね。